中日攻守でチグハグ3連敗を笠原に変えて投入した藤島が致命的なスリーラン被弾。打線は村上に11安打、ビセわずか1点とは一体どのようなことなのだろうか。中日が攻守にわたってチグハグなゲーム内容となり、後半戦開幕戦を落とした。前半戦から痛恨の3連敗だ。前半戦の借金から今日の負けで最多の9となった。明日負けたらいよいよ今シーズン初の2桁借金になります。ここまで2年間再開で3年目も後半戦で2桁借金をした監督がクビにならない理由が私には分かりませんが、皆さんはどのように考えますでしょうか。とにかくチームが上昇するイメージが湧かないのである。高橋宏斗宇宙3日で投げるしか勝ち越しをすることはできないのではないかというほど先発は崩壊しつつある。そしてライデルや松山が前半戦はかなり結果を出しているが、後半戦も継続するよりもこれまでの酷使を理由に失敗するケースが増える確率が高いような気がします。仮にこれまで通りリリーフ陣が結果を出しても前半戦と同じだけで勝ち星が増えるということはないのである。なので立浪監督では未来がないので一刻も早くやめてほしい。契約の問題だけでのんきに監督の座に座る立浪監督はいかがなものなのだろうか。プロの世界とは結果が全てのはずなのにこの男はプロの世界の通例が通じないのだろうか。本人はどのような神経をしているのか疑問しかない。中日ドラゴンズの勝ち星を重ねる効率的な方法は立浪監督をクビにすることです。ファンは変わらず応援に行くことを誓いますので中日球団は決断をしてほしいです。これをこのままにすると悪しき前例ができてしまうのである。1軍と2軍のコーチを入れ替えるより、1軍と2軍の監督を入れ替えるよ。12安打で1点しか取れないなんて話にならない。なんで、阪神戦の打率が高い板山と高橋周平が、スタメンから外れてるのか全く理解できない。中田は明らかに調整不足なんだから、もう一度2軍で再調整させるべきだろう。福永と田中の位置、2番が機能したが得点圏で1打が出なかったのが大きかった。そして反対に阪神の中軸に1回も7回のスリーランとチーム力の差が出た。8回でテレビを見るのを止めたけど、7回まで11安打あっても1点しか取れない。1回無視に3塁、3回の無視満塁、特に3回は中田とカリステは外の同じようなボールに手を出して本当に狙い球だったのかと思いたくなった。1回の2点で今日も負けという空気になって7回の継投は悪くはなかったが森下は見逃してくれなかった。正直しらけて8回でテレビを見るのを止めた。はっきり言って重傷どころじゃなくてこのチームおかしいとしか言いようがない。無視2塁、3塁、無視満塁、いずれも無得点。これはもう選手というより3塁コーチボックスに立つ大西の判断力不足としか言いようがない。投手コーチの配置転換などしてる場合ではない。得点力を第一優先に考えないと。もう十数年得点力不足は解消されていない。一日も早く打つ方を何とかしてほしい。藤島はスプリットが真ん中に入って変化量もなく持っていかれてしまいましたね。1回3回のチャンスを潰した時点でほぼ負けかなと思って見ていました。村上投手も悪いなりよく投げたというよりドラゴンズ打線が仕留めきれないというか助けたというところでしょうか。小笠原は初回四球からの失点は何度もある気がするので改善してほしいが、その後はいい投球だったのではないかと感じる。4番があって言いたいけど、やはりドラゴンズの選手は全体的に駆け引きとかそういう野球ができないのだなと感じました。読みが当たらないというか相手バッテリーがどう攻めてくるかをしっかり考えれているのだろうか。ここぞで打てないということは勝負どころでバッテリーの考えに到達できていないのではないかと思う。いろんな YouTube 見てるけど、解説者たちも中日のフロントもの方にかなり期待しているようだけど正直きついと思う。日ハム時代は試合にたくさん出てたからトータルで打点稼いだりしてたけど、常に打ってくれるバッターじゃないもん。予想通り3年連続の再開が見えてきた。まあヤクルトさんの結果次第だが、借金20超えが現実味を帯びてきた。マジック11としよう。チャンスで打てるようにとかミラクルとか言っていたが神頼みなのだろう。ミラクルというのは神がかり的という意味だっただろうし、スコアラーや打撃コーチによる分析とかやっていなかったんですね。一般社会では結果の残らない仕事はやっていないに等しいと判断できますから、加藤はよく打ったと思うが、結局は確率論が正義。それでもトータルで2割ない。明日も1割バッターが4人スタメンなのだろう。マジック消化だな。村上に球数投げさせて出しがちパターンを使わせた。まあここら辺は進歩と言えるし、負け方としてはまだマシかな。得点圏ではバッティングさせてもらえなかった。阪神の坂本とヤクルトの中村は攻略できそうにないな。これは厳しいな。森下のスリーランでドラゴンズの若手は諦めたようだが10年早い。藤井 C のフォークがもう少し落ちてたらまだわからん試合だったが、たらればだな。とにかく甲子園で一つ取ろう。現地観戦しました。ノーアウト満塁で点が入らないなんて。今日もあと一本の甲子園でした。リュウソラのファインプレーに加藤の猛打賞。下位打線がよく打っていた。
チグハグ打線に気分も下がり、いつ甲子園で勝ち試合が見られるか、それが気になっている。明日は勝ちを見たい。板山とか周平とか当てる打線を編み出してほしい。今日後半戦の始まりだったから、しっかり勝利して借金を減らす必要があったが、敗戦でまた今季の最多借金を更新してしまった。何年もチャンスで打てない打線だったのだから、特に何も改善に取り組んでなければ急に打てるようになるわけがないから、いつも通りという感想しかない。正直巻き返す要因も全く見つからないので、ずるずる借金を増やして結局定位置の順位に落ち着く未来しか見えない。前半戦の途中まではいろいろ意見をしたり、頑張ってほしいという気持ちもあったが、かなり薄れてしまった。去年と同様の点が取れない試合は減らないだろうし、中日の過去優勝メンバーたちよ、君らは確かに選手として立派にやり遂げた。その君らが今ではコーチとなって指導しているが、果たして思うような結果を出せているのだろうか。このままでは君らは監督に優勝させてもらったとされてしまうぞ。コーチ、監督で名を馳せて初めてコンプリートだ。頑張ってくれ。立浪を辞めさせようとしているとしか思えない。泥船に乗ってくれて一生懸命頑張っていると思うのに、ここまで来たら星野出雲を復活させて選手の根性を叩き直すしかない。あの場面で小笠原を変えないといけない理由がわからなかった。少なくともあのイニングを任せてほしいと思ったファンは多かったのではないかな。結果論でなく、まだ小笠原が打たれた方が良かったような、というか小笠原なら HR はなかったような気がする。中田翔は不可侵条約を結んでるかのような、いわば正規年俸3億なのだから誰も彼にはかなわない。実力主義などどこ吹く風、たとえ細川だってベンチに据えざるを得ない時がきっと来る。そんな恐ろしさすら感じる今の中日。あのスリーランで勝負あったよね。ヒット打てても点は取れん。昨年まではヒットも出んかったね。一つずつだわ。一つ言いたいんだけど、こういう試合の次の試合って普通初回から昨日の悔しさを跳ね返す試合すると思うんだけど、中日は他のチームからはしっかりやり返されるのに、自分の時はもう昨日のことはすっかり忘れて目の前の戦場に翻弄されて結果連敗なんだよね。人がいいのかまるっきり弱いのか。大体さ、オーナーに前半の報告行った時、去年の今の時期から比べると負けは半分だとか、絆目あってレベルが低いというか、意識が低いというか、新聞社にしてみたら新聞読まなくなったから仕方ないって、それじゃ勘やろって社内で言わない。オーナーなら嫌われても仕方ないやろ、ちょっとはきつく言いなよ。だからまたこんなみっともない試合しちゃうんだわ。中田選手の不調が致命的です。選手の年齢としてもピックは過ぎた選手と考えるべきです。高橋周平、福永、石川といった比較的は若い選手を積極的に使用していくべきでしょうか。リステ福永、石川、細川、高橋のような打線が組めれば得点力は明らかに今以上になることは明らかです。チャンスに打てないのはいつものことなんで何とも思わないよ。見てても本当につまらない試合だし、今日は小笠原がとても不憫に思えたよ。初回に点を取られる悪い癖が出たけど、あれだけチャンスに打てないのによく踏ん張ったと思う。あのピッチングで負け投手で村上が勝ち投手だってさ、結果論になってしまうが、小笠原にはイニング終了まで託してほしかったな。細川は中軸に据えたい気持ちはわかるけど、中軸の時と下位の時の成績がかなり違いますよね。真面目すぎてプレッシャーに弱いのかなと勘ぐってしまいます。中田はそれほど打ててないのに一軍復帰したら即スタメンなど正規としか思えない扱いなのはなぜなんでしょうね。4番は福永の時の方がよほどうまく回っていたように感じます。調子を見て起用してるわけでもなさそうだし、成績で起用してるわけでもないし、立浪の起用法の根拠が全然わからないですね。だから選手を好き嫌いで起用すると言われるゆえんなんでしょうけどね。好きなようにチームを変えてきて3年の集大成がこの状態ですから、今季終了後には出た結果に対して責任は取ってもらいたいですね。最低条件は A クラスでしょう。決定打が出ないゲームの象徴負けゲーム、成績向上のため、投手陣整備のために落合コーチ一軍投手コーチに挙げたけど成績不振が別なところにあったとはっきり出た敗戦、立浪監督の敗因分析能力が低すぎる、暗黒サイド借金中に大手の負け、また後半戦最初の3連戦の初戦負けは痛い。借金中になると長年 B クラスの選手の士気も上がらないし、ずるずる下がる。ムードメーカーもチーム内にいない。また立浪監督は選手の人望信頼関係が薄いから、2軍でたくさん貯金作り首位争いしているチームの投手コーチしてた落合コーチ、シーズン途中で異例の再1軍投手コーチに呼ばれて最初の仕事、投手交代したら止めのスリーラン打たれ敗戦。落合コーチ不憫ですね。大丈夫かな落合コーチ。藤島は普段抑えてくれているから系統がミスだったとは言えないと思う。実際この前は小笠原を続投させて打たれた打順に関しては
結果的につながらなかったけど、福永1番や細川を5番から3番にするなど悪くない変更だったと思うけどね。批判があるとすれば、中田翔4番と加藤匠馬の起用ぐらい。加藤匠馬は結果的に猛打賞だったから今日の起用は正しかったけど、石橋をもっと使ってほしくはある。中田翔は今日はチャンスでの凡退があったとはいえ、長打もあったし状態は上げてきているから、なんとか復活に期待したい。細川が4番になるとプレッシャーのせいか出なくなるので、中田翔4番は別に良いと思う。4番が最強打者であることに関わる時代でもないし、細川5番は論外だけど、3番なら個人的には全然 OK だと思う。今日に関しては得点圏で誰に何回打席が回ってきたかを見てもそんなに悪くない組み方だったと思うけどな。中田岡林に固執するのはやめてほしい。やってくれないと困る選手というのはわかるが、名前だけでスタメン組むなら誰でも監督できると思います。調子を見極めて選手の気持ちを切らさないようなスタメンを組んでほしい。本当に選手がかわいそうで仕方がない。調子が良いのに使われない選手も、調子が悪くても使い続けられる選手も、もう試合見るのもしんどいと言いながら、結局ファンとしては試合結果とか気にしてしまうんですけどね。11安打ってすごい言ってますよ。何にもできないヘッドコーチっているんですか。ドアラヘッドコーチに変わった方がいい。なぜに投手コーチの配置転換やったんやろな。勝てる試合は無双広人となんとかつないでライデルって采配で勝ってないやん。勝ち負けに関わらず厳しい場面での藤島投入、こんな時もあるかとは思います。今日も敗は再三のチャンスに得点できない野手陣であり、復帰後1本の長打でのスタメン4番に返り咲き、速球勝負の投手にはもう対応ができない中田への肩の期待はもう捨てたらどうかと思う。中田復帰以前には良い形でのスタメンだと思っていたが、バッターは何も考えずに打つだけ。ヒットは出ても点にすることは考えてないように見えます。最低でもリードして系統に入れたはず。そうすれば勝ちパターンになったでしょう。まあこんな試合ではいろいろ言われるのは当然です。あまりにもストレスがたまる試合でした。12安打1得点はひどい。小笠原は初回以降は踏ん張った。中田とカリウスラは甲子園の結果次第で外してほしい。4番福永の時までは良かったよ。中田を4番で使いたいがためのスタメンを組んでる以上無理。結果出してる周平、板山もかわいそう。今シーズンを象徴するような試合、先に点を取られる。チャンスはたくさん作るも点は取れない。イニング途中の交代で失点。今日はスタメンの加藤にヒットが出たけど、4番といい下位打線といい勝ちにいってるとは思えないな。そもそも期待値で選手起用して3年目もこのためからだ。なんだから名前より年齢より経験よりも調子の良い選手から並べて、投手も良い投手から使って、何でも良いから勝ちをもぎ取って、その中から若手の経験値積ませて、ベテランは調子を整えて活路を見出して、ここぞという時に経験を生かしてってやるべきじゃない。相変わらず意に不明なオーダー組んで、毎回同じようなやられ方するピッチャー使って、そりゃ2年半経っても何も変わらんわ。もうこのメンバーでは勝てないということ。特に中田は使えない。使うな。周平、板山をスタメンで使うべき。立浪も今年で最後になりそうだね。来年に向けて結果を出せていない選手のリストアップ次第減俸、解雇リストを作り出しましょう。もう今年はいいから来年期待できる監督、コーチ、選手を選別していきましょうよ。チグハグの講師をして相変わらずファンのストレスを溜めていたところで、広人が登板し毎回頑張って連敗をストップさせる回答をしており、その試合で改めてまだ諦めるななどと今シーズンに期待を持たせて、結果チグハグな借金生活を続けている現状。明日負ければデッドラインの借金10、明日負ければ今シーズンの残り試合もチームの個人タイトル争いのみを楽しむことになりそうですね。一人のファンとして最後まで諦めてほしくないとは、現実は厳しいものです。こんな野球をするチームが今頃になって勝ち続けるのは不可能なんですよ。まあ前半戦と同じような試合を見せられると、もう明らかにチーム作りの失敗なと言わざるを得ない。球団としてのチーム作りのビジョンがないし、首脳陣任せの運営なので、一度全部刷新してどんなチーム戦いをするのかから組み立てチーム反省、ドラフト、補強を行わないと浮上しないな。監督任せにしてるだけのこの球団はチームを勝たせる気がない。監督を変えただけで勝てるチームはならないだろう。ザ・ドラゴンズゲーム、こんな試合しても監督の正義。クリーンナップが2アウトのチャンスだろうと0アウトのチャンスだろうと得点できなきゃ意味ない。まあそんな打順スタメン選んでるのは監督だけど、逆に言えば本当にあと一つきっかけつかめば強いチームになる、そんな期待はしちゃう。オープン戦や開幕投手だった。何がどうなれば変われるのだろうか。意識改革、向上心、モチベーションか。個人的には競争心、がめつさかな。
当麻、投手コーチの入れ替えは何だったのですかね。井上監督との入れ替えではと誰もが思っているでしょうが、こんなチームを途中から引き継いでもね、やるならリセットしてやりたい。さて、今宵はアホらしくて途中から速報を見るのもやめした。結果12安打1得点、これぞミラクル、オーナーが求めていたやつですね。さすが大島派の飼い犬立浪監督の手腕は素晴らしい。今頃オーナー大拍手でガッツポーズしてます。途中で投げず最後までやってくれよ、オーナーは願っていますから、そこは頑張ってくださいね。ここまで来たら逆にボロボロになった立浪監督を見てみたい。いい加減竜空を引きするのはやめてほしい。打率1割にも満たない選手を1軍のスタメンで使うような監督他にいるのか。ショートは村松が戻ってくるまでの間は田中か高橋、山根またはカリステを使ってほしい。点が取れないのに守備に気を使っている暇間はない。竜空は中島と共に石川やビシエドあたりと変えた方が良い。チャンスで1本が出ない、そうだろうか。そういう打順を組んでいるから、そういうスタメン起用しているから、そういう采配をしているから、そう考えるのが順当ではないでしょうか。というのはここ3年間今日のようなチグハグの攻撃がとても目立つからです。今日も悪い意味で中日らしい試合でした。立ち上がりから点を取られるのも、幾度とあったチャンスを潰すのも、ついでにとどめのスリーラン、11安打打ってたったの1点って何なの。他には調子が良い田山や周平がスタメンでないなど、ほんとチグハグでした。阪神戦終わる頃には借金2桁の攻ですね。そして休養も近そうなのは本来普通ですが、オーナーは変えなさそう。12安打で1点は厳しいですね。チャンスで打てないのは分かっているけど、どんな結果であれ中日ファンはやめられないので、洗い場の時のようにもう少し機動力を高めてほしいですね。結局このチームは甘いんだと思う。選手同士は仲良くて SNS なんかに食事した人しの報告してるみたいだけど、強いチームならともかく弱いくせに何やってんのって思ってます。プライベートなんてどうでもいいから、とにかく勝つために執念を見せろよと思う。立浪さんも昭和の根性論とか好き嫌いで正式用してるとか言われてるけど、意外と厳しさはないんじゃないかと疑ってます。まあこの成績じゃやめるしかないだろうから別にいいんだけど、とにかく厳しい人を監督かヘッドコーチにしないとダメだよ。どうせ再開になるなら嫌われ者になれる元ヤクルトの宮本さんに監督やってもらいたいわ。そしてヘッドに井上二軍監督、立浪さんは選手を発掘したり見る目はありそうだから GM でもうね、ヤクルトと仲良く再開争いをしてください。広島戦も余計なことをしないで借金を増やし続けてください。で、見事3年連続再開で終わってください。高橋投手が先発の時だけ勝てばいいです。で、来年から誰が監督になるのかを楽しみにしています。選手に誹謗中傷はしてはいけないそうですから、親会社様、球団幹部の方にいます。こんな情けない試合見せられるファンの気持ちわかりますか。特に1回と3回の攻撃は見ていて情けなくなるなりました。どうしてドラゴンズの選手はチャンスに打てないんでしょうか。せめて外野フライでも打てないでしょうか。点を取ろうという執念がないんじゃないでしょうか。お客さんが来てくれてるうちに何か根本的な策を考えてください。そのうちお客さんにも呆れられますよ。オーナーと監督の話にはこの事態の深刻さが全く伝わってきませんでした。後半戦からの巻き返しを期待した自分がバカだった。今の中方に4番は無理、譲って6番かベンチ、中島は2軍で OK、 スタメンで2割5分以上が3人しかいないのに、2割そこそこかそれ以下が4人もいる。さらにその3人の間に配置する暴挙、周平、上林に行かない理由が聞きたい。大島、周平、ビシエド、もったいないな。立浪も今季までだと悟っているので、最後に落合コーチを挙げて思い出作りですか。